はい、こんにちは。秋のゲームこそラスコラ実況です。今夜もお付き合いよろしくお願いします。はい、というわけですね、昨日から始めました魔法速度についての分析なんですけれども、昨日初めてやったところ、かなり高評価たくさんいただきましたので、調子乗って引き続きやっていこうと思います。今日は氷属性の魔法速度のランキングを見ていこうと思います。氷属性の全体魔法っていうのが結構ありまして、まずブリザード、そして聖剣伝説コラボ限定アークで覚えることができるアシッドストーム、そしてダイヤモンドダスト、リゼロコラボ限定のエミリアが習得できる固有スキルのアルヒューマン、そして検定ゼクスの固有スキルであるアブソリュートゼロ、この5種類あります。で、ドクターストーンコラボ限定アークで習得できる硫化水素、あれは広範囲 でテンスラコラボのリムールの固有スキルであるアイシクルショット、あれは中範囲ですので今回は省いてます。なのでそれ以外の5種類で計測しています。では見ていきましょう。うん、任せて。はい、ではね、昨日と同じように見ていきます。まずブリザードについて見ていきます。はい、では同じようにブリザードが発動してから実際的にヒットするまでを計測していきます。まずブリザード、ここからどうしました。はい、で敵に当たったのが1秒66、1秒台です。もう一回じゃあゆっくり見ていきましょう。ここでブリザードが発動しました。でここからですけども、まだね、敵に入ってません。そして吹雪が吹き始めて、ここですね、このタイミングで当たってます。なので1秒66です。やはりかなり早いですね。ブリザードですと1秒台で敵にヒットしてくれます。ではダイヤモンドダストも同じように見ていきます。はい、はい、ま、はい、入りました。ダイヤモンドダスト始まって、はい、演出が入ってここですね、4秒38、結構かかります。もう一度戻します。はい、ではダイヤモンドダストが発動しました。ここからゆっくりいきますね。でまだ入ってないですね。画面は黒くなって演出始まってますけども、まだ入ってません。まだエミリアが殴られているところですね。はい、でまだ入ってないですね。まだ入ってないです。エミリアがちょっと逃げ始めて、ここ敵にもうダメージ入ってますね。ここで、でまあ氷アタックレーザーとかですね、もう表示されてますので、ここで、ね、ダメージが入りました。なので意外や意外、ダイヤモンドと時間がかかります。発動から4秒経たないと敵にダメージが入りません。そしてひるませることもできません。では続いてアシッドストーム、聖剣伝説コラボ限定アークで習得できるアシッドストームを使っていきます。ではアシッドストーム発動しました。はい、画面が黒くなって煙が出て、はい、2秒26です。もう一度ゆっくり見ていきます。ここでアシッドストームになります。はい、アシッドストーム分かりやすいですね。画面が黒くなるんですね、発動し始めると。で白い煙が出ます。でこの白い煙の時に時止めになってるかというと、実はそうじゃなくてね、あの前後のね敵の位置を見てほしいんですよ。この時点でエミリアの前に敵はいません。で画面が白い煙が出てきた後、下を見るとこの時点でエミリア殴られてますよね。ってことはこの間に敵は移動が可能だったということなので、時間は止まっていません。なのでこの時にエミリア殴られてます。まだアシッドストームはもう発動してるけども、敵はまだひるんでない状態です。でまだです、まだ敵にダメージ入っていません。ここでまだまだなんですね。まだなんです。まだでここで入ります。なので2秒26でした。意外とね、演出がねもう起きてるんだけど、その間も敵にダメージは入らないし、ひるまないんですね。なので、少し間が空きます。ブリザードに比べて少し、約 0.5 秒ぐらいかなの違いがあります。では続いてエミリアの固有スキルのアルヒューマを使っていきます。アルヒューマを打ちます。はい、打ちました。はい、グーンといってここですね。まずアルヒューマがここで発動からカウントします。これも画面が黒くなるか分かりますね。で大きな氷塊が現れます。でこの時点でまだ敵にねダメージ入ってません。敵もまだ動いてます、ね、ダメージ入ってません。ここで敵にダメージ入ってるんですけども、氷アタックレースとの表記ないですよね。なのでこれはエミリアの通常攻撃が当たっている状態です。なのでここはまだなんですね。でまだ進みます。ここですね、敵に当たる瞬間がここです。この時点で当たってますので3秒10です。なのでダイヤモンドダストよりかは早いんだけれども、アシッドストームよりかは遅いという感じです。最後アブソリュートゼロですね、見ていきます。アブソリュートゼロはですね、検定ゼクスの固有スキルなんで、ここで選手交代です。検定ゼクスを使っていきます。もう出ちゃってますね。僕ね、アブソリュートゼロ4秒01でこう出ちゃってますけれども、見てもらえば分かりますけれども、アブソリュートゼロはだいぶ時間がかかります。はい、
で、タラシがね、書いてあるんですけど、このタラシをよく見ておいてほしいんですけど、はい、アブソリュートゼロ発動しました。はい。で、敵の動き止まってますね。けども、ダメージが入るのが4秒後なんですよ。これがちょっと違いがあります。ちょっとゆっくり見ていきますね。ここで、はい、アブソリュートゼロ発動しました。アブソリュートゼロも分かりやすくですね、画面が暗転します。暗くなって、敵はまだ動いてますね、この時点で。だけども、ダメージは入ってないんだけど、この時点で敵の動きは止めれてます。で、この569でダメージが相手に入ってますけれども、この時点で何も表示がありませんので、なので、氷アタックレーズとかね、あの辺の表示がありませんので、結局これは通常攻撃ですね。検定での通常攻撃入ってる状態で、敵はまだひるんでいません。魔法攻撃は入ってませんので、この時点で敵の動きは止まったんですよ。ね、もう2秒に入ったぐらいから敵の動きは止めれてるんだけども、ダメージはまだ入ってません。で、ダメージ入ったのがここですので、まあ、約4秒01。ね。4秒ってとこですね、多分ね。なんですけども、実際2秒の時点でね、止めてはいるんですね。だこの辺は他の、魔法とちょっと扱いが変わってくるかなと思います。はい。というわけでですね、氷属性全体魔法の速度なんですけども、全体が出ました。ブリザードは1秒66、ダイヤモンドダストは4秒38、アシッドストームは2秒26、アルヒューマンは3秒10、でアブソリュートゼロは4秒。だけども、アブソリュートゼロは2秒の時点で止めています。だこの辺で考えると、アブソリュートゼロはやはり優秀な点はあるかなと思います。敵の動きを、ね、止めるということが重要と考えたら、こちらの方も優秀かなと思います。ただしやっぱね、MP の違いってところでいくと、やっぱりブリザードが一番優秀かなと思うのと、やはり初期の魔法の方があっさりなんですよ。要は、魔法発動までの演出があっさりしている。で、後の魔法になればなるほど、強力にはなっていくけども、いろんな演出が入ってしまう分、敵にダメージが入るタイミングまではかなり時間がかかってしまうんですね。これは昨日見てみた貴族戦もそうだったんですけれども、氷属性もね、同様の結果となりました。で、まあ当然ながらですね、やっぱアリーナだと皆さんブリザードを使うことが多いと思うんですけれども、まあその理由としましてやっぱりこういう結果があるかなと思います。で、僕の中ではですね、やっぱりね、このアシッドストームがですね、やっぱ意外と早いなって思ったので、結構使いやすい点もあるかなと思いました。MP30 でアルヒューマよりかも早いですからね。なので、まあそういった意味ではいいところもあるかなと思いましたんで、何かしら参考になったと思っていただけましたら高評価、そしてチャンネル登録まだまだチャンネル登録をお願いします。で、皆さんの高評価が多ければですね、この魔法速度ランキングこれからも続けていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。で、今夜はですね、またマルチプレイのライブの方やろうと思いますので、よかったらそちらもお付き合いください。それでは今夜のライブでお会いしましょう。ではまた。